ルース・ベネディクトはアメリカ合衆国の文化人類学者。ニューヨーク生まれ。レイシズムの合意に広めたことや日本文化を記述した菊と刀を表したことによって知られる。名門私立女子であったバッサー大学に学び、最優秀生として1909年に卒業する。その後、ニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチの講義で人類学に出会い、1919年から コロンビア大学大学院に入学、フランツ・ボアズの指導を受ける。この間に、ベネディクト駅に名を残した科学者、スタンリー・ローセター・ベネディクトと結婚しているが、後に離婚している。教え子であった、マーガレット・ミードと、恋なかないし姉妹愛の関係にあった。1930年代の初めまで、アンシングルトンのペンネームで、詩文も書いている。 文化人類学者としての主張である文化の方はあらゆる人間社会の中で現れてくる行動パターンの形成過程を記述し文化の相対主義を表現したものであった。専門的な題材を扱ったにもかかわらず本書は戦前期のアメリカで最も広く読まれた文化人類学の著作となる。 執筆期間を通じて、言語学者、エドワード・サピーア、精神科医、ハリー・スタック・サリバンのほか、シカゴ学派との交流が深かった。1936年、コロンビア大学の助教授に承認すると、アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参入するにあたって、アメリカ軍の戦争情報局に招集される。1942年より、対日戦争及び、 戦略政策に係る意思決定を担当する日本藩チーフとなる。この時にまとめられた報告書ジャパニーズビヘ Behavior をもとに戦後、聞くと刀が執筆された。同時期にアメリカ軍のために人種的な偏見について学問的な解説を企てた著作も発表している。軍は軍事的な効率と関係する人種的に動機づけられた行動に関心を持っていたと。 言われている。これらの活動を通して、レイシズムの語を一般に定着させた人物でもある。1946年、戦時中の調査結果をもとに代表作、菊と刀を出版する。彼女は、大戦後もユネスコ設立に関わるなど、積極的な活動を続け、1948年にコロンビア大学生教授に任じられた。そしてその2ヶ月後、 1948年9月17日、ニューヨークで休止する。ありがとうございます。